楠本さん、久保です。メッセージお久しぶりでございます。 YouTube をね、私は毎日のように出していて、まあ当然ですけども、暗号通貨、ビットコイン、イーサリアム、エーダコイン、こちらのこともね、ガンガンやっていたわけなんですけども、そのまんま3年も経っちゃいましたね。私といえばですね、暮らしはほぼ変わりません。お元気ですか？奥様と一緒にいらっしゃって、で、まあ貴重なお時間と書いてますけども、お互い様でございます。本当に貴重なご縁ありがとうございます。今回ですね、エーダを買って80円ぐらいで買ったんですかね。ちょっと当時としては、ちょっと痛い値段だと思ったと思うんですよ。でも心配ないでしょ。やっぱこういうのはね、余剰資金で買って長く持つということなんですよ。まあエーダはまだまだ上がると思いますけども、まあリスクエッジをしながら適度なところで利確してくださいね。税金のこともありますのでね、計算しながらやってください。そして今回ダイデレスウォレットに入れたけども、その後ずっと塩漬けにしたということで、ウォレットが開かなかったってことでしょ。まず一つ考えていただきたいのは、ウォレットはね、バージョンアップされてますんで、新しいウォレット、ダイダルスウォレットをダウンロードしてくださいね。バージョンが今 3. 点何がしになってると思います。まあバージョン 3. 点何がしですね。これはね、最近バージョンアップしたのもあるし、前回もバージョンアップしてるんですよ。多分今年に入ってのバージョンアップ受けてないんじゃないかなと思うんですよね。今年じゃなかったかな、去年だったかな。まあ定期的にリリースされたバージョンアップがありますので、このね、ダイダロスのどこだったっけな、エマーゴかなんかの公式サイト行ってですね、ダウンロードしていただければと思います。私が URL つけときましょうか。で、パソコンのスペックですけども、64でないとできませんのでね。ですから低スペックのパソコンだと、そもそもウォレットが入りませんので、使えないということになります。そういう方はパソコン買い替えるか、もしくは鎧というウォレットにダウンロードする必要があります。で、パスコードは多分お手元にメモかなんか取ってると思いますので、それをね、引っ張り出してみてください。そしてバージョンアップしたダイダロスにパスコードを入れて再度ログインして、そこにダイダロスの中にウォレットを作るって作業があります。ウォレットを作って、そこにエーダを回復させるって作業になりますんでね、必ず戻りますんで大丈夫です。やっぱりね、塩漬けにするのはいいんですけども、そのまんまダイダロスの情報を取るのをやめちゃうと、こういう時困るでしょう。でも大丈夫、私がいますからね、ご安心ください。今すごいですね、80円ぐらいで購入して、どのぐらい買ったのか分かりませんけども、今当然ですけども含み益になってますよね。今日100円ですからね、よかったですね。奥さんと一緒にほっと胸をなで下ろしたとこじゃないですか。あ、今96円ぐらいになってるね。98円だ、もう安心ですよ。なんか一瞬ね、2円とか3円になってね、びっくりしたでしょ。大丈夫です、まだ上がると思いますよ。でも油断は禁物ですからね。多分ここでほっとして、また上がるよと思ってほっといたら、万が一下がった時にまたね、しまったってなると思いますから、ここはですね、やっぱり投資のセンスを身につけとかないといけないですよね。FX を学んで、テクニカルを学んでいくとか、ADA の情報を取って、これから ADA がね、本当に可能性があるのか、それとも一瞬の花火だったのか、ご自身で判断されていくことだと思います。これからも ADA の情報をどんどん出していきますので、何なりとね、ご質問いただいてもよろしいかと思います。困った時の久保頼みで、はい、これからもよろしくお願いします。では、いってらっしゃい。あ、うちも子供が生まれました。